南郷春季キャンプ。春季か。春季。春季。もう。行きます。南郷春季キャンプ。第4クール4日目スタート。スタート。スタート。スターティン。スターティン。まあ、まあ、まあそうですね。島コーチ、高山コーチと本当いろんな相談しながらやってるんですけど。まあ、ちょっとヤクルトではいろんなことを考えすぎて自分自身でちっちゃくなってしまってたバッティングを、あの島コーチが気持ちいいポイントで打つ練習をしろっていうふうに言ってくれたんで、まあ、その効果がすごい実感できてるなと思います。はい、もう守備もバッティングもどっちもですけど、本当に昨日だけじゃアピール全然足りてないと思うんで、まあ、毎日毎試合毎球、本当になんとかアピールできるようにですね、いいプレー、しっかりアウト取るだったり、しっかり走るだったり、そういうところでアピールしていきたいなと思います。これも押さえていく。右足の使い方ですかね、そこは結構重点的に練習はしてきて、まあ、だいぶ理想に近づいてはいるので、まあ、良くなってるという段階です。はい、まあ、順調に来てますし、すごくどんどん良くなるだろうなって自分にワクワクしています。はい、このキャンプでもう一回フォームを見直して、
すごくいい感じに打ってくれてるんで、で今日のライブ BP も、打てるボールと、カットするボールと見逃すボールとしっかりその、メリハリじゃないですけど自分の中で、決めて打席に立ったんで、すごく内容的にも良かったと思います。まず、自分の強みはバッティングだと思います。こうしっかり、発揮するのと、まだまだ若いんで元気出して、やっていきたいと思います。まあもうミスター無駄やな全然違うとこ はい、じゃあさ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 あ、オッケー、ナイス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 、